OECD 各国の一人当たり保険支出。OECD 各国の財源別保険支出。水色は政府一般歳出。紫は社会保険。赤は自己負担。大体は民間保険。緑はその他オーストラリアの医療は公営と民間組織の両者が存在し、保健省が国家健康政策を決定し、その実施は各州政府が担っている。 豪州では1984年よりユニバーサルヘルスケアが達成されており、一般税収を原資とした高皮負担医療メディケアが実施され、また民間の医療機関も存在する。なお、豪州には社会保険制度は存在しない。メディケア制度は所得に課される1.5%のメディケア税を原資としており、また政府一般税収も投入されている。 民間保険に加入していない高収入者はメディケア税がさらに1%化される。また、メディケアとは独立して薬剤補助スキームが存在し、処方薬費用の一部が補助される。医療、福祉関係職の就業者比率合収は平均して人口322人あたり1人の医師、人口244人あたり1病床が存在する。国勢調査によれば、 7200人の医療従事者、257200人の看護師が就業中である。平均余命は世界でも上位国であり、風の2013年疾病負荷では、豪州は世界3位の平均余命であった。2005年の出生時平均余命は男性が78.5歳、女性が83.3歳であった。2006年の人口1000人あたり、死亡率は 男性12.8、女性6.5であった。2006年の乳児死亡率は1000人あたり5.0人であった。栄養失調の人口は2.5%以下であった。主要な死因は、虚血性心疾患、脳血管障害、認知症、アルツハイマー病、気管支肺癌、慢性閉塞性肺疾患であった。総合診療医に受診しているものの半数以上は、心臓病、 がん、糖尿病といった慢性疾患であった。課題としては、豪州で広まりつつある。慢性疾患は、糖尿病で、毎年10万人のペースで増加している。平均して、市民の5人に1人が2型糖尿病である。豪州は、ユニバーサルヘルスケアが達成されており、イギリス連邦諸国に習った、プライマリケア及び総合診療医システムを持つ。 公的制度メディケアは1984年から施行されており、外来診療の一部補助と入院治療の全額が保障される。メディケアは個人所得への2%程度の課税を原資としており、一部は政府一般税収も投入されている。メディケア税は低所得者は免除されるが、一方で高所得かつ民間医療保険に加入しない者には追加で1%が、 課税される。公費負担率は以下によって変わる。公立病院での大部分の医療は、連邦政府が公費負担される。サービスごとにメディケアベネフィッツスケジュールに基づく。典型的には、入院は100%、GP 受診は75%、専門医受診は85%の費用がカバーされる。患者の公的扶助支給状況患者が年間に、 支払った医療費が設定された指揮を超えているかどうか医療の大部分は政府負担であるが一括請求制度で受診している場合を除いて患者は自己負担額を払わなければならない。とりわけしか眼科、救急搬送はカバーされず、不助受給のための低収入者カードを保持していなければ、その全額が自己負担となる。またメディケア。 セーフティーネッツ制度があり、メディケア医療費の年間自己負担額が一定額を超えると、その一部が払い戻される。OECD 各国の民間医療保険種別。大々は基礎的、水色は基礎分野の保管、緑はオプション的、紫はそれらの重複。欧州の医療制度は公的医療制度と民間医療保険が並立している。 患者は民間医療保険に加入することもでき、民間保険からは自己負担部分が保障される。プランは様々で一部サービスのみから全サービスを対象とするものもある。実際には民間保険で保障されても患者には多少の自己負担分が残る。また混合診療が認められている。政府は市民に対し収入に応じて民間医療保険に入ることを推奨しており、 高収入であるが民間保険に入らないものに対してはメディケア重課税がさらに1から1.5%が追加で課されるこれによって民間保険加入者が公的医療制度に流入しないようにする施策が取られている。 市民の約半数は民間医療保険にも加入している。民間医療保険はいくつかが存在し、ヘルスファンズと呼ばれている。最も市場シェアが大きいのはメディバンクであり、現在は民間営利企業である。メディバンクは2009年までは政府公企業であったが、豪州2007年総選挙で保守連合のジョン・ハワード政権は、それまでオーストラリア労働党、 ケビン・ラット政権が反対していたメディバンクの民間売却を実施した。その他の民間保険会社も存在し、営利企業、非営利組織のそれぞれがあり、HCF ヘルスインシュアランス、CBHS ヘルスファンドなどがある。一部の保険会社は加入者を地域限定していることもあり、西オーストラリア州の HBF が挙げられる。薬剤補助スキームは、 連邦政府が1948年より運営する処方薬費用の補助制度でありメディケアとは独立している。PBS では処方薬費用が一定額以上になるとその部分を公費負担する。一定額以下では補助はなく全額自己負担となる。また世帯での年間処方薬費用が一定額以上となるとその年度は 次回より処方薬の自己負担は4.11ドルのみになる。王立アデレード病院メディケア制度、PBS 制度は連邦政府が所管している。医療品規制は政府機関のセラピューティックグッズアドミニストレーションが担っている。国家予防接種プログラムがあり、連邦政府の負担で無料で予防接種が受けられる。公立病院の運営は州政府の責務である。 オーストラリア赤十字社は、献血業務を担っている。救急搬送サービスは、州政府が担っており、また西オーストラリア州及びノーザンテリトリーでは、非営利団体ストリート、ジョンアンビュランスも活動している。航空救急も存在し、制度は州ごとに様々である。OECD 各国の平均入院日数、米国コモンウェルスファンドによる、 先進6カ国の医療制度比較調査によれば、オーストラリアは、健康的生活では最上位であり、その他の指数でも1から2位であるが、しかし、制度全体的な評価については、イギリス、ドイツに次ぐ順位であり、ニュージーランドと同順、その下にはカナダが続き、海に米国があると報告されている、公立病院の効率性も高く、平均入院日数は5.8日と、 OECD 平均の7.9日よりも短い。ありがとうございます。